はい、今日はねマイクロメタルゲーム風景見たからでしょ。川まあ川あったって潮水上がってくるとこなんだけど、結構僕こういうゲーム好きでね、インクステレビをずっとチェックしてる人は似たような風景をどっかで見たことあると思うんだけどね、海で釣れない時はね結構ねこういうとこ入ってくると面白いんですよ。で今こうプロトなんだけど、謎ジグって呼んでますけど、ベントしてるんだよ。よし、今これジグが 3.5g、 サビアとリールはスティーズ CT、 まああのコアムの根魚用のセッティングなんだけどね、 PE がこれ1号入れてます。飛ぶね。 3g 超えるとアルファセイヤでなくてもちょっとスピード落とそうか。ボトムをなぞるように、おう岩か。そこをコツンコツン打ってる状態。よいしょ、だと思うんですよ。まだ多分 50m、100m 下ですね、いるのが。何かがバッチャーンって、こういうところでいい魚釣れたら楽しくない？貸し切り状態ウグイでも何でもいいぞ。海で釣るだけが魚釣りじゃないからねこれね今潮がね満ちてきてる状態なんで、まだ川の水が勝ってて潮水が足りてないかもしれない。うん、まあ狙ってるのはね、あのキビレとかチヌとかなんだけど、やっぱりさすがに完全に真水だけだと食わない言葉です。まあ真水でもね黒では登ってくるんだけど、キビレなんかはやっぱ塩水がちょっと差してる状態の方がいいよね。あ、なんかココンココン当たったんだけど、なんだろう。あ、ついてるよついてるよついてた。これおい嘘だろ、これ見て、これこれ見て、これ見て、これ見てよ。笑えるな。ほう、シロギス釣れるじゃないか。謎ジグキスだよ最高。おお、一匹目はシロギスくんでした。まあキスね、平場やってても釣れる魚なんで不思議はないんですけど、さすがにこう川の中で釣るとちょっとびっくりするね。はい、ありがとう。蘇生蘇生いったいった。あー、びっくりした。おー、しょっぱいぜキス釣れるんだもん、やっぱしょっぱいぜ。なかなか素敵じゃない、川の中で釣って一匹目がキスとかそこをボトム釣ったの正解だったね。再現性あるかな。そこへ落としてちょっと根がかり怖いんだけど、プロトがなくなるキスかよ。結構このキス域のこういう釣り僕ね、ずいぶん昔からちょこちょこやってんだけど、キスはちょっと初めてかもこのね、まだ川の水が
右か左下流へダーッと流れてる。この流速が多分ね弱まる頃ね、これゴミ、まあ風もあるんだけど、ゴミ見たら分かるけど結構流れてんだまだ。これが海の水と拮抗しだす頃がだいたい時間的にピークなんで、キスコイキスコイってキスコイは笑っちゃうよね。なんかキス見たらドキドキしてきたぞ。おお、なんだなんだなんだ、キスか、キスだよキスすごいな、こんなとこでキスゲームができちゃうよ。すごいすごいあ、大鳥リス、おい、そこのこうキュッと落ちてんだけどブレークについてんな。よっしゃ、ボトンまで沈めて2匹連続キス。うん、これはこれ誰だね。チョンチョンからのフォールとかアクション入れた方がいいのかな。なんかボトムを引いてきて石にコンと当たってジグが平打った時に食ってるような気がしなくもない、ね、メソッド探し中です今。こう川へ上がってくるキスって結構アクティブだな。へーって感じ。徐々に下流側へ向かってキャストコースを。マイクロジグはどれによらずね、いろんな魚釣れるよね。コンパクト、ウエイトがあるんだけどコンパクトっていうところがやっぱりマイクロジグの一番いいとこだし、もうまさしくアゴメタルなんかもそうだしね。うん、これはまあ 3.5g ウエイトがあるわけだから、昨今流行りのマイクロジグよりはこれは若干重ためのラインナップで作ってるんです。うん、このサンドバーがねでっこうぼっこうしてそこからぐーってえぐれて、そこが少しブレークになってるの深くね。だんだんそっちへリグを入れていこうかなと思って、キスがいるんだからマゴチとかいないかな。キス食いに来てるマゴチ、登ってくるコースが違うような気がするんだ。ここ反転量起きてるからね、向こうは下るだけ、こっちは登ってきてるでしょうが。やっぱり川の真ん中身を筋向かって投げるんです。あっ、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 うわぁ、キスだった。身を筋向かって投げるんです。あっ、うわぁ、うん、あんなアクティブな、映ってる、ひょっとしたら。いや、映ってないです今。すごいチェイスして、パーサーってすごいな、このキス、なんてこったい。キスチェイスして水面でパシャーってやるの俺初めて見たよ。乗らなかったけど、いるんじゃん。わっ、ボールした。お、食った。なんだこれ、ちっちゃいぞ。キスかな、また。おおお、急に引き出したぞ。お、急に引き出したぞ。バレるなよ。お、なんだなんだ、お、でかでっか、嘘だろ、尺にすぐ近いぞこれ。でっか、嘘ちょっと待って何よこれ、うわ、でっかき、うわ、やめてやめてやめて、これうわ、やめて、すごいな、美しい、すごい、ダブルフックバッチリかかってるこれ。ちょっと何このサイズ、いや、あこ
これすごいよ、地球さん、この釣り。このごめんなさい、ちょっと手ぶれしちゃった、笑って。いいで、ああ、すげえ。キスミちゃん強いなと思ったら、でっけえんだもん。こんな引きするからね、意外だと思ったよ。うわあ、じゃあ写真お願いします。はい、ね、渓流の釣りってさ、こうやってね、水の中でこう撮影するんだよ。ほら、こうやってね、美しいでしょ。ほら、うん、パールピンクがすごい。おお、元気元気。さあ、お帰りいただきましょうか。タイトコへ。やばいです今日。ま、僕も未経験の釣りになってる。何が起きるか分からんぞこれ。たまげたな、でっけえよ。あ、びっくりした。なかなか本気でキス釣り行ってもあのサイズがそうそう簡単には釣れないのに、マイクロジグすげえね、ほんと。こりゃほら、流れがきっこ、ここで今潮がぶつかってんだ。あの、混んでくる潮と降りてくる水がここで、だってここ左サイドに投げたのにもう右に行ってるもん、ジグが。これラインがぐんと潮が上ってきたよ。下流側がアップになったよ。最初は上流側がアップに打ってクロスに巻いてきたのに、今度は下流へアップに打って上流側へクロスに巻いてくるような、そんなあのコースになっちゃってる。すごいな今のキスだって。もうやる気満々だったね。ガツンって飛びついてきたよ、巻いてたら。あれはボラか。ボラだ。地球さん、ボラってヒノキに対してのアスナロみたいな状態だって知ってた？その例え自体もよくわからない。明日はヒノキになろうって言うんで、明日なろうって言うんです。おで、ボラはいつか飛び魚になってやるって思って、ピヨピヨ飛ぶんだ。僕の言うことを全面的に信用しちゃダメよ。うん、慣れてますから。でも普通のサーフのキス釣りみたいに、あのボンボン当たってこない感じかな。ね、まあ川に大量にキスが入ってたら、そっちの方がびっくりするけどね。まあ今日十分びっくりしてるんだけど、面白いな。ミノを巻いてる感じで、ツイッチ入れて、ツイッチ入れてもね、あのちょっとミノチックな動きをするんだよ。ちょっと見せられないんだけど、小さすぎてカメラに映んないんだけど、まあ、メタルジグでこういうプラグのように使えるようなジグが欲しかったんだけど、ほぼ完成した。ちゃんとウォブってくれるし、トイッチかけるとヒラ打つし、でプラグと違ってすっ飛んでくれるし、ボトムは取れるし、これはね、いい、ほんといいもん作れたよ。自信作。インクスラボの自信作です。またキスだよ。肩の上に乗っかってた、そこの段差の。う、走る走る。キスが。キスでーす。すごい。よいしょ。今日はキス三昧ですね。やっぱ塩と一緒にどんどん上に登ってるんですね。そうですね、ポジションがね。なんかね、バシャってボイルしたんで一発、この対岸とのちょうど間ぐらいで、シーバスっぽいボイル。お、なんか立った。乗らなかった。また立ってる。キスだな、こんなんだ。
木の枝かなんかか。いやすごい、すぐ分かるんだよ俺、木の枝って。ほらこれをな経験と言うんだよ。違うか何で遊んで語ってんだって。地球さん、はい、なんと格闘してんすかそりゃ。これ何でしょう。川ですよ、ここ川ですよ、川、川だよここ。さっきから3回もエラーライされましたよ。銀ピカですね、これ。すごいじゃん、やったね。やりましたね。何が釣れるか分かったの。映像撮ってないけど、さっき、あ、俺のもそっちだったかもしれん。こっちですね、多分ね、うん、怖い怖い怖い。キスが釣れて、キスが釣れて、ウグイ釣れて、九州サーモン。すげえ。いないと思ってるから、もう川だよ、清流だよこれ。ほら抜けないサイズじゃなかったね。針がね、多分伸びると思う。